する？何からする？まずはしまちゅ。所長でちか？みことちゃんに何か言ったのは、率先して仕事を手伝ってくれるのはいいんでちゅが、慣れていないせいかいろいろと問題が。現在のところお皿が28枚、ガラスが2枚、ほうきが2本の損失が出ていまちゅ。それで出てきたか。わかりました。
仕事終わったか？遊ぼう。じゃあ私も一緒に食べる。じゃあ夜ご飯。あ、旦那。あれ、美里ちゃん、さっきごちそうさまって。遊んでくれる人もいないし、飯島室長も遊んでくれないし。
どうしたの、バンナ。お腹でも痛い？え、大丈夫？タカヒロ。よかった。お昼を食べに来たってことは、あとは屋敷内の見回りでしょ。じゃあ、ミコトちゃんと散歩気分で行くってのはどう？散歩。サボってたんでちか。それじゃあさっさと見回りをしてきてください。ミコトちゃん、所長がサボらないように見張っててくださいね。それを確かめるチャンスでもありまちゅ。大丈夫でちゅ。私たちが影から見守ってまちゅから。にゃ。私とカズサちゃんがしっかりとついていきまちゅから、安心してください。お粗末様でした。どこにお散歩するの？涼しい。
咲いてたよ。綺麗だから高博にあげる。ずいぶん気に入られたみたいだね。その花に毒性はないでちゅよ。かわいいプレゼントでちゅね。私たちの取り越し苦労なんでちゅかね。ミコトちゃんからは少しも殺気悪意を感じまちん。私たちが尾行していることに気づいてる様子もなかったでちゅし。そうでちゅね。悪い子ではないみたいでちゅ。あれが演技で所長と私とカズサちゃんの目を欺けたとしたら相当の手だれでちゅよ。